リトアニア共和国、通称リトアニアはヨーロッパの共和制国家、EUNATO OECD の加盟国、通貨はユーロ、人口は約280万人、首都はビリニュスである。バルト海東岸に南北に並ぶバルト三国の中で最も南の国で、西はバルト海に面する。北はラトビア、東はベラルーシ、南はポーランド、南西は ロシアのトビチカリー・ニングラード州と国境を接する。面積は日本の九州本島と四国島に山口県と島根県を合わせた面積にほぼ相当する。なお、欧州のいずれに分類するかは見解が分かれる。国連では北欧に分類されるが東欧、もしくは中東欧に分類されることもある。第一次世界大戦後の1918年、リトアニア共和国として、 ロシア帝国より独立。1940年にソビート連邦から翌1941年にナチスドイツからも侵略された。その後、ソ連に再占領されてソ連の構成共和国の一つとなったが、ソビート連邦の崩壊に伴い1990年に独立を回復した。リトアニア語における正式名称はライオトゥーボスレスプーブリカ。通称リエッパ。 略称は LR。日本語の表記はリトアニア共和国で、通称リトアニア。一部リトアニア、リスアニアと書かれたこともある。リトアニア、リツアニアという表記も見られる。古くは里とアニア、ワラリツト東アテといった漢字表記が用いられたこともあった。ソ連時代の国名はリトアニアソビエト社会主義共和国。1009年の年代記に これは、ラテン語による表記で、文法上は、俗格での表記であり、この四角は、リトシワとなる。当時、V の発音は、U で表記されていたが、この、リトバという呼び方は現在でもポーランド語をはじめとする、スラブ諸語において用いられている。共和国に相当する、レスプーブリカは、公共のものを意味する、ラテン語のレスプーブリカに由来する。レスは、物や、財産。 プブリカは公共のという意味である。13世紀から現在までのリトアニアの領土期限前1万5000年頃、当時のリトアニアの大地はまだツンドラに覆われていたが、狩猟や魚釣りを行っていたインドヨーロッパ祖語の話し手が紀元前2000年から紀元前3000年頃にかけてやってきたことが確認されている。その後、温暖化が起こり表記が終わると、人々は定住するようになる。 そして、紀元前2000年頃、バルト族がバルト地域へ定住するようになった。リトアニアの国名が歴史的な文書に最初に登場するのは1009年である。1230年代にミンダウガスがリトアニアの諸部族を統一。その後、1253年7月6日にリトアニア王となった。大冠式が行われた7月6日という日付は、 現在、リトアニアの建国記念日に制定されている。1263年、ミンダウガス王が暗殺され、その後はリトアニア大公国では、多神教が信仰されていたことから、ドイツ騎士団やリボニア騎士団からの攻撃を受けるようになった。リトアニアは、西方から100年にわたって、騎士団からの攻撃を受け続けつつ、他方でリトアニアは東方へと勢力を伸ばしていった。 14世紀末までにリトアニア大公国は現在のベラルーシ全域、ウクライナ全域、ポーランドの一部、ロシアの一部を領土とするヨーロッパ最大の国家となった。東西の狭間に位置していたリトアニア大公国では様々な文化や宗教が入り混ざっていた。リトアニアの支配者らはスラブ文化、宗教に対して寛容で、また言語など多くの伝統をスラブ部族から受け入れていった。 政治的実態もハールイチボルイーニ大公国のボルイーニ公国にあるほどであった。ビータウタス大公。彼の下でリトアニア大公国は最大半島を達成した。絵画は17世紀に描かれたもの1385年、リトアニア大公ヨガイラはポーランド女王ヤドビワと結婚し、ポーランド王を兼ねるようになった。これを機にヨガイラはキリスト教受容。 そしてポーランド王国との間にクレボ合同が結ばれポーランド・リトアニア合同が形成される。その後、二度の内戦を経て1392年にビータウタスがリトアニア大公となる。彼の知性の下でリトアニア大公国は最大半島を達成し中央集権化も進められた。この当時リトアニア大公国における公用語はリトアニア語ではなく 現在のベラルーシ語の原型であるルテニア語であった。また、リトアニア人の対抗家をいただいていたものの、その政治的実態は、リトアニア人国家ではなく東スラブ諸部族によるスラブ人国家であった。1410年、ポーランドとリトアニアの協力により、ドイツ騎士団との戦いに勝利を収めた。この戦いは中世ヨーロッパで最も大きな戦いの一つであり、リトアニアでは、 ジャルギリスの戦いとして知られる。この時、リトアニア大公国軍は40部隊からなっていた。そのうち、現リトアニアから来たリトアニア人部隊は、たったの4つで、28部隊は、現在のベラルーシから、8部隊がウクライナから参加していた、スラブ人部隊であった。このことからも、リトアニア大公国の実態が、スラブ人、特に東、スラブ人が、 主導的な国家であったことが伺い知れる。ヨガイラとビータウタスの死後、リトアニアの貴族はポーランドとの合同を解消し、独自にリトアニア大国を選出しようとした。しかし15世紀末にモスクワ対国国が力をつけてリトアニアにとって脅威となり、さらにモスクワリトアニア戦争及びリボニア戦争が起きる中でリトアニアは ポーランドとの関係を強化せざるを得なかった。こうして1569年、ポーランド王国との間にルブリン合同が成立し、ポーランド・リトアニア共和国が誕生した。共和国内にあってもリトアニアは、独自に軍隊や通貨、法令などを有していた。しかし最終的には、リトアニアの政治、言語、文化など、すべての面において、ポーランド化が進んだ。 16世紀半ばから17世紀半ばにおいては、ルネザンス及び宗教改革の影響から、文化、芸術、教育が栄えた。1573年以降、ポーランド王権リトアニア大公は貴族による自由選挙で選ばれるようになる。シュラフタたちは、黄金の自由と呼ばれる政治的所得権を享受し、当初は、これがいい方向に機能していた。しかし、 この制度には自由拒否権に代表される欠陥があった。自由拒否権の廃止といった制度改革がリトアニアのラジビウケといった一部の裕福で野心的なシュラフタの反対によって遅れたことでのちに国家が無政府状態に陥り、最終的に周辺諸国によって分割、解体される要因となった。1655年から1661年の北方戦争において、 リトアニアの領土や経済はスウェーデン軍によって破壊された。復興前に大北方戦争が勃発し、リトアニアは再び荒廃した。戦争、薬病、飢餓によって人口の約4割を失うこととなった。周辺諸国、とりわけロシアのリトアニア国内における影響力は増大していった。リトアニア貴族の諸派閥が拒否権を発動し続けたことにより、 改革はすべて妨げられた。結局、ロシア帝国、プロイセン王国、オーストリア大公国の三カ国によって1772年に第一次ポーランドリトアニア分割が行われ、その後1792年に第二次、1795年に第三次分割が行われた。これにより、ポーランドリトアニア共和国は解体された。現在のリトアニアの領土の大半は、 この分割により、ロシア帝国領となった。1831年の11月放棄、1863年の1月放棄はいずれも失敗に終わり、サーリはその後ロシア化政策を強化、リトアニア語による出版物の発行が禁じられ、分割。リトアニア地域はロシア帝国内では北西地方と呼ばれる地方に属することとなった。 1877年のロト戦争の後、ロシア帝国とドイツ帝国の関係が悪化するのに伴い、1879年7月7日、ロシア皇帝アレクサンドル2世は、ドイツとの戦いに備えるために、カウナス郊外に要塞を建設することを承認した。この時代、1868年から1914年までの間に約63万5000人、 人口のおよそ20%がリトアニアを離れた。その多くは1867年から1868年に起きた飢饉をきっかけにアメリカへと移住した。リトアニア独立宣言に署名したリトアニア評議会のメンバー20名第一次世界大戦が起きるとリトアニアは東部戦線の戦場となった。1918年2月16日、ロシア革命の余波が及ぶ中で リトアニア評議会はリトアニアの独立を宣言した。当初はリトアニア王国として独立したが、これはドイツ帝国の計画したミッテルオイローパ構想の一環であった。その後、1918年11月11日に第一次世界大戦でドイツ帝国が敗北して崩壊するとリトアニア第一共和国となった。その後のリトアニアはポーランド及び ドイツとの領土問題を抱えることとなる。1920年、ジェリコフスキ将軍率いるポーランド軍はビリニュス地域を侵攻。その後この地域には、リトアニア共和国とは別に、中部リトアニア共和国が建国された。中部リトアニア共和国は後に、ポーランドに編入されたが、リトアニアにとってビリニュスは、歴史的首都で、憲法でも、首都として制定されていたため、 その後ポーランドとの間で領土問題を抱え続けることとなった。この結果、戦艦機にはカウナスが臨時首都とされ、ポーランド第二共和国とは1938年に至るまで国交が樹立されないままであった。この戦艦機におけるリトアニア共和国の領土面積は48,712平方キロメートルであった。第一次世界大戦後のリトアニアの領土また、 ドイツとはクライペダ地方をめぐる領土問題を抱えていた。第一次世界大戦後、クライペダ地方は国際管理地域とされていたが、1923年にリトアニア軍が侵攻し占領した。その後、1939年3月にこの地方はナチスドイツに併合されている。リトアニア共和国はカウナスが臨時首都とされて以降は、 議会制民主主義体制が取られていた。1926年の軍事クーデターにより、アンタナススメトナを大統領とする権威主義体制に移行した。1939年8月、ナチスドイツは、ヨシフ・スターリン地下のソ連と独ソ付加新条約を締結。その秘密議定書で、バルト三国と東欧の分割支配を訳した。同年9月、ドイツに続いて、ソ連が、 ポーランド東部に侵攻。ソ連は、ビリニュス地域をリトアニアに編入することを決定。ビリニュス地域がリトアニアに返還された。しかしその9ヶ月後の1940年6月、リトアニアはソ連から侵攻され独立を失う。この侵攻は、上記の独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づく、ものであった。なお、在リトアニアカウナス日本総領事館の杉原中根が、 ユダヤ人を助けたのはこの頃である。翌年、ドイツ軍はソ連への侵攻を開始。リトアニアは独ソ戦の末期までドイツ軍の占領下に置かれることとなった。ナチスとリトアニア人協力者はリトアニアのユダヤ人およそ19万5千人を殺害した。1944年、ソ連軍が再び侵攻し、その後はリトアニアソビエト社会主義共和国として、 ソ連に編入された。1944年から1952年にかけて約10万人のパルチザンがソビエト当局と戦った。約3万人のパルチザン兵士及びその支援者は殺され、その他にも多くが逮捕され、シベリアのグラフへと強制追放された。第二次世界大戦中、合わせて78万人の住民がリトアニアで殺された。 1986年以降、ソ連のミハイル・ゴルガチョフ政権によるペレストロイカやグラスノスチを機に国民運動サユディスが設立され、その後独立運動へと発展していった。1990年のリトアニアソビエト社会主義、共和国最高会議選挙でサユディスは大勝利し、その後の1990年3月11日、初の非共産党員の最高会議議長、 ピーター・ウタス・ランズベルギスが独立回復を宣言。これはソビエト連邦構成共和国の中で最も早いものであった。国内に他民族が少なかったことが国内意見の集約を容易にさせた側面があるとされる。リトアニアの一方的な独立回復宣言を受け、ソ連政府は経済封鎖を実施。さらに1991年1月13日、 KGB 特殊部隊のアルファ部隊がビリニュスのテレビ塔を攻撃13人の市民が殺された。世界の複数の国はソ連によるリトアニア併合を国際法的に否認したままであった。リトアニアによる独立回復宣言を受けて1991年2月4日アイスランドが世界に先駆けてリトアニアの独立を承認。その後8月に ソ連の首都モスクワでのクーデターが企てられ失敗に終わると9月6日ソ連もリトアニアの独立を承認した。これによりリトアニアの独立は多くの国によって承認されるようになりまた9月17日にはエストニア、ラトビアと共に国際連合に加盟した。なお独立回復後はエストニアやラトビアとは異なり残留ロシア人に対しほぼ無条件で リトアニア国籍を与えている。1991年12月25日のソビエト連邦の崩壊後、ソ連軍はロシア連邦軍に継承されたが、1993年8月31日、ロシア連邦軍はすべてリトアニアから撤退した。その後のリトアニアは西欧諸国やアメリカ合衆国との結びつきを強めており、1994年に北。 大西洋条約機構に加盟申請した。計画経済から自由経済へ移行した後、2004年3月29日に NATO へ加盟。さらに5月1日には欧州連合への加盟を果たした。2009年5月17日、大統領選が行われ、EU の財政計画、予算担当欧州委員を務めるダレン・リーバウス会手、元財務省が圧勝し、 リトアニア初の女性大統領に選出された。クリーバウスカイテは2014年の大統領選で再選を果たした。2015年にそれまでの通貨リタスに代わりユーロが導入された。2018年7月5日 OECD に加盟した。リトアニアの地図リトアニアの地勢図ねリンガサキューリトアニア共和国はヨーロッパの北東部に位置する。 バルト三国の中で最も大きな国である。西部はバルト海と面しており、左室の海岸がおよそ99キロ広がる。そのうちの38キロがバルト海の外海に面しているが、これはバルト三国の中でも最も短い。残りの海岸線はクルシューサスにより区切られているクルシューカタに面している。主な不登校はクライペダ校で、 クルシューカタの狭い入り口に位置している。このクルシューカタは浅く南にロシア連邦カリーニングラード州まで続いている。国内最大の河川であるネムナス川とその支流は国際運河にもなっている。リトアニアの地形は全これは最終表記に形成された氷河がその後に交代した際、標高差のあまりない細長く伸びる尾根しか残さなかったためである。 このため小山や丘陵、平原がバルト地方の主な特色であると言える。国内で標高の高い地域は西部の高台や東部の大地にあるモレーンであるが、それでもリトアニアで最も高い地点の標高は292メートルしかない。ビシティティス湖をはじめとする多くの湖やまた湿地帯があるのが特徴的である。また、コンースチリンが国土の 約33%を覆っている。フランスの地理学者による算定によれば、ヨーロッパの地理的中心は、リトアニアの首都のビリニュースの北、数キロの地点になる。植物地理学の観点からすると、リトアニアは、中央の特徴と東欧の特徴を合わせ持つ。また、世界自然保護基金によれば、リトアニアの領土は、中央根降林地域とさる。 マタイコンコーリン地域の二つのエコリージョンに分けられる。海洋性気候から大陸性気候まで及び、湿度は高い。夏も冬も比較的穏やかである。気温は西部と東部でやや異なり、海岸部は涼しい夏とあまり冷え込まない冬があるのに、対し内陸部は寒暖の差が激しい。平均気温は海岸部では1月がマイナス2.5度で7月が16度。 ビリニュースでは1月がマイナス6度で7月が16度である。夏は日中20度程度、夜間は14度程度であり、時に30度や35度にも達する。冬はとても寒く、ほとんどの場合マイナス20度を下回る。最も寒い冬には海岸部でマイナス34度、内陸の東部ではマイナス43度に至る。ビリニュース近郊プーチコレーの 路頭年間平均降水量は海岸部で800ミリ、ジェマイティア地方高地で900ミリ、リトアニア東部では600ミリである。雪は毎年10月から4月にかけて降る。9月や5月などはあられや氷が降ることもある。激しい嵐は東部ではあまり起こらないが海岸部では頻繁に起こる。バルト地域における気温に関する記録は 古いものでは250年前にまで遡る。そのデータによれば、18世紀後半は暖かな気候であり、また19世紀は比較的涼しい気候であった。20世紀になると再び暖かくなり、1930年代には最も暖かくなったが、その後1960年代まではやや涼しい気候が続いた。その後は温暖化の傾向が続いている。 2002年には森林及び低炭地における火災が原因で干ばつも起きている。2006年夏には他の北欧諸国と同様リトアニアでも熱波に見舞われた。リトアニアにおける月別の平均最高、最低気温及び最高、最低気温記録は以下の通りである。アリートス軍、カウナス軍、クライペダ、リトアニアは3段階の行政区画がある。 まず、10の軍が設置されており、その下に60の基礎自治体が設置されている。さらにその下には500以上の区が設置されている。軍軍の名称には、それぞれ中心都市の都市の名前。軍は、中央政府が任命した軍知事が統括する。軍知事は、地方自治体がリトアニアの憲法や法令に忠実であることを保障する。また、軍は、自治体が、 国の法令、綱領、政策を履行しているかどうかを監督する。軍の機能は限られたものでしかなく、そのため、現在は10ある軍の数を減らし、文化的区分に基づく4つの新たな州を設置する案や、10万人以上の都市を中心とした5つの州を設置する案も出ている。基礎自治体基礎自治体は、リトアニアの中でも最も重要な行政区画である。中には、 歴史的に地区自治体と呼ばれるものもあり、そうした自治体は単に地区とも呼ばれる。他方都市自治体と称する自治体もあり、単に市とも呼ばれる。それぞれの自治体には選挙で選ばれた執行機関がある。過去には自治体の選挙は3年に一度行われていたが、以前は自治体議会が市長を選出することとなっていたが、2015年統一地方選より、 各自治体の市長は直接選挙により選出されることとなった。区国内全体で500以上設置されている区はリトアニアで最小の行政区画であり、国政レベルでは何の機能も果たすものではない。区は各家庭に対して必要な公共サービスを提供する。例えば農村部では区が出生や死亡を登記する。社会福祉の面でも 最も重要な役割を果たすのが区で、貧困家にいる人や家庭を把握し、生活手当を分配、さらに他の福祉金も準備する。区は農村部の問題に対する改善策を地元から提起できる立場にあるが、しかし区には実際の権限がなく、注目を集めることもほとんどないと指摘されている。文化的観点による区分なお、行政区分とは別に、 文化的な観点から5つの地方に分けられる。ダリアン・ウリバウス・会て元大統領ギタナスナ・ナウセラ、大統領1990年3月11日の独立回復宣言以来、リトアニアは共和制国家として民主主義の伝統を維持してきた。1992年10月25日には独立回復後初めて議会選挙が行われたが、同日行われた国民投票では、 投票者の56.75%がリトアニア共和国憲法の制定を支持している。憲法に関しては、とりわけ大統領の権限について激しく議論がなされ、1992年5月23日に行われた大統領制に関する国民投票では、有権者の41%が大統領職の復活を支持していた。結果、反大統領制が導入されるに至った。 大統領は、リトアニアの国家元首とされ、5年任期で直接、選挙によって選ばれ、最大で2期10年まで務めることができる。大統領選挙で過半数の票を獲得した候補が、大統領に就任するが、いずれの候補も過半数。大統領職は、儀礼的なものに過ぎないが、しかし外交や、防衛方針の策定に加わり、それらを指揮する役割を果たす。大統領は、 セイマスの承認を得て、首相を任命し、首相が指名した他の閣僚も任命する。また、官僚や裁判官についても大統領が任命する。2014年に行われた大統領選挙ではダリア・グリバウス会手が再選を果たし、2期目を2019年7月12日まで務めた。なお、彼女はリトアニア史上初の女性大統領である。 2019年に行われた大統領選挙では、2019年5月12日、大統領選挙第1回投票では、祖国連合が支持する女性候補、イングリダ・シモニーテ候補に次いで、多い得票で決選投票に進出。決選投票では、シモニーテ候補を大差で破って当選し、7月12日に、ギタナス・ナウセダが大統領に就任した。 憲法第91条により、内閣は首相及び、各大臣によって組織される。現職は、以下の通り、女性の場合は、女性名詞を用いている。イングリダ・シモニーテ首相制マス制マスと呼ばれる議会は一員制で、議席数は141。4年任期で選挙により選ばれる。このうち71議席は、小選挙区直接選挙により、70議席は、 全国区の比例代表制により選出される。議会に議員を送り込むには、政党は少なくとも全投票の5%を、連立政党は7%を獲得しなければならない。2020年リトアニア議会選挙では、祖国連合が50議席を獲得して第一党となり、リトアニア共和国自由運動及び自由党とともに、連立政権を組んだ。 リトアニア憲法裁判所の裁判官は、任期9年で、大統領が3名、聖マス議長が3名、最高裁判所長官が3名を指名する。フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、エストニア、ラト、会談後、バルト3国独立20周年を祝うセミナーが開催された2021年2月17日時点、リトアニアは187カ国と外交関係を樹立している。 また、六大陸九十四カ国に在外大使館を設置しており、大使館を設置していない二カ国に領事館を設置している。リトアニアは1991年9月18日以来、国際連合加盟国であり、また、国連機関やその他国際機関にも加盟している。また、欧州安全保障協力機構や北大西洋条約機構、欧州評議会、 そして欧州連合の加盟国でもある EU の議会組織である欧州議会にはリトアニアから12名の議員が選出され5年ごとに普通選挙で改選される2001年5月31日からは世界貿易機関にも加盟しており現在は経済協力開発機構などへの加盟を目指している他方で旧ソ連の連邦構成共和国でありながらも 独立国家共同体には加盟していない。リトアニア国防義勇軍の兵士リトアニアの軍隊は約1万5千名の兵士によって構成されており、うち2400名は非戦闘員である。またその他10万人の志願兵がいる。2008年9月までは徴兵制度が取られていたが、一旦廃止され、2015年5月に再開された。2004年以降、リトアニアは北。 大西洋条約機構に加盟し、ドイツ連邦軍など欧州各国軍が国内に駐留している。また、アフガニスタンの国際治安支援部隊への要員派遣も行っている。リトアニアの国防制度は国家安全保障戦略に示されている概念、総合的で絶対的な防衛に基づいている。リトアニアにおける防衛政策はリトアニア社会に通常防衛の準備をさせ、 リトアニアが西欧の安全保障、防衛機構に統合していくことを目的とする。国防省は戦闘部隊、捜索救難、情報機関を管轄する。リトアニアに設置されている軍種は以下の通り、5400人からなる国境警備隊は内務省の管轄下に置かれ、国境の保護、パスポート及び関税の管理を担当する。また、 海軍と共同で密輸や麻薬取引などを取り締まる。ロシアによるとみられるサイバー攻撃が頻発しており、2016年にナショナルサイバーセキュリティセンターを設立して防衛体制を強化している。欧州為替相場メカニズム国連の分類によれば、リトアニアは平均所得の高い国に位置づけられており、鉄道、空港、 4車線の高速道路などの近代的なインフラが整備されている。しかし、それでも、リトアニアの所得水準は、欧州連合に2004年の拡大前から加盟していた国よりも低く、IMF のデータによれば、リトアニアの一人当たりの GDP は、EU 加盟27カ国平均の半分ほどの15,649ドルにとどまる。こうした低所得が要因となり、 2004年の EU 加盟時には、所得の高い国への移住が増加した。EU 加盟直前の2003年、リトアニアの経済成長率は EU 加盟国及び、加盟候補国の中で最も高く、第3四半期には8.8%に達した。その後、2004年に EU に加盟し、2004年には7.4%、2005年7.8%、 2006年7.8%、2007年8.9%、2008年第1四半期には7.0%の GDP 成長率を記録した。公式データによれば EU 加盟は海外からの発注の増加や観光業への後押しといった経済成長をもたらしている。 それまでの通貨であるリタスは2004年6月28日より ERM2 の対象通貨となっており1ユーロイコール3.45280リタスで固定されていた2015年1月1日にユーロへ移行したリトアニアの貿易は多くが EU 圏内で行われており2009年は輸出の64.2%輸入の59.1%が 単位優諸国であった。その他の国ではロシアが最も高く、ついでベラルーシ、アメリカ合衆国、ウクライナとなっている。2001年には世界貿易機関の一員ともなった。国有企業、特にエネルギー部門におけるそれの大規模な民営化が開始されており、現在も進行中である。リトアニアの経済構造は、 知識集約型経済へと少しずつ着実に移行してきており、とりわけバイオテクノロジーやレーザー産業が特に盛んで、バルト三国におけるバイオテクノロジーの製造はリトアニアに集中している。またメッカトロニクスや情報技術産業も今後のリトアニア経済が目指す方向として期待されている。失業率は近年上昇傾向にあり、2010年。 第2四半期の失業率は18.3%である。また、1日1ドル以下で暮らしている人の数は国民の2%にも満たない。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによるクオリティ・オブ・ライフ・インデックスはバルト3国の中で最も高い。2018年7月5日には OECD に加盟した。リトアニアでは累進課税政策よりも一律。 課税政策が多く取られている。2007年には個人所得税は24%に減税され、さらに2009年1月には21%に減税された。このうち6%は健康保険に充てられている。また、法人税は15%で、2010年1月1日からは中小企業向けに5%の法人税が導入されている。政府は、 ハイテク産業や付加価値商品に対する投資への優遇政策を行っている。消費税は21%である。リトアニアは鉱物資源に全く恵まれていない。唯一採掘されているのは原油であるが、2002年時点の採掘量は43万トンにとどまる。近年は天然ガスの採掘も有望視されている。民族構成を見てみると、 人口の83.1%がリトアニア人である。少数派としてポーランド人、ロシア人、ベラルーシ人、ウクライナ人などがいる。在リトアニアのポーランド人に対してはポーランド語の教育が行われている。ポーランドにとってリトアニアはポーランド語の教育が学校でなされている唯一の外国である。また中世にヨーロッパ各地からユダヤ人を受け入れたために リトアニアの都市部にはユダヤ人が多く、その中でも特にビリニュースはユダヤ人だから北のエルサレムと呼ばれるほど多くのユダヤ人が住んでいた。18世紀末の時点で約25万人のユダヤ人がかつてのリトアニア大公国の土地に住んでいた。しかし、第二次世界大戦中のナチスドイツとその後のソ連支配の時代の弾圧によりユダヤ人人口は大きく減少した。 ソ連からの独立時に住民すべてにリトアニア国籍が与えられた。このため他のバルト諸国のラトビアやエストニアのような残留ロシア人の無国籍問題は発生していない。2009年の概算によると年齢構成は以下の通りとなっている。平均年齢は39.3歳である。国語であるリトアニア語はラトビア語と共に現存している2つの インドヨーロッパ語族バルト語派の一つであり、リトアニアの公用語にもなっている。2001年国勢調査によると、母国語話者の内訳はリトアニア語82.0%、ロシア語8.0%、ポーランド語5.6%、ベラルーシ語0.5%、ウクライナ語0.2%、ロマ語0.1%、ラトビア語0.1%となっている。母語以外の言語としては、 人口の85.4%がロシア語を話すことができ、その他24.0%が英語、14.5%がリトアニア語、12.5%がポーランド語、11.6%がドイツ語を話すことができる。方言リトアニア語の方言リトアニア語には、主に内陸側のアウクシュタイティア方言と、海岸側のジェマイティア方言の2つの主要な方言がある。 標準語とジェマイティア方言の違いは顕著である。現在のジェマイティア方言は13世紀から16世紀にクローニア語の影響を受けながら形成されていった。これらリトアニア語の方言はリトアニアの民族史上の地方と強く関連している。二つの方言は、さらにそれぞれ三つずつの解放言に分けられる。ジェマイティア方言には西部解方言、北部解方言及び 南部海方言があり、アウクシュタイティア方言には、西部海方言、東部海方言、及び南部海方言がある。海方言は、さらに細かな話し言葉に分けられる。リトアニア語の標準語は、西部アウクシュタイティア方言をもとに作られているが、語彙などは、他の方言からの影響も顕著である。シャウレイの十字架のオカリトアニアの宗教は現在、ローマカトリックが大勢を占め、 他の宗教は少数となっている。しかし歴史的には多くの宗教が信奉されてきた。もともと現在のリトアニアにあたる地域はバルト人の土地であり、彼らは独自の多神教信仰を持っていた。しかしその後、キリスト教が徐々にリトアニアに入ってくるようになった。農民層が中心のリトアニア人にカトリックが浸透するのは16世紀頃と言われている。 中世のリトアニア大公国は、現在のリトアニアのホカベラルーシやウクライナの大半を含む広い領土を支配しており、いわゆる現リトアニア地方を除いた、主に東、スラブ人の大公国貴族や一般住民が住んでいた、広大な東部地域では聖教を信じる者が多かった。彼らのうち貴族層は、多くが後の時代を通じて、ポーランド文化を受容して、カトリックに改宗したが、 農民層の多くは正教を信じた。また大公国の公用語はリトアニア語でなく、現代のベラルーシ語やウクライナ語の基礎となった、教会スラブ語であり、後にはポーランド語が公用語となった。また大公国ではその他イスラム教やユダヤ教の信仰なども広く認められてきた。その後、ロシア帝国支配下では、カトリックの弾圧が行われ、また、ソ連に、 支配されると宗教そのものが否定されるに至った。リトアニアが独立を回復してからは、信仰が再び認められるようになり、現在ではヨーロッパでも有数のカトリックの国として知られている。2001年に行われたリトアニア統計局による調査によれば、各州派別の人口統計は以下の通りとなっている。リトアニアでは教育法で定められている通り、 6歳あるいは7歳から16歳までは義務教育で無料で受けることができる。初等、中等教育リトアニアにおいてはすべてのものが教育を受ける権利を有する。初等教育は6歳あるいは7歳から始められ、中等教育は16歳まで義務となっている。リトアニアでは46万4638人の生徒が初等、中等教育を受けている。 これらの教育はリトアニア語で行われるものが多く、全体の92.4%の生徒がリトアニア語で学ぶ。その他の言語で学ぶ生徒の割合は、ロシア語が4.2%、ポーランド語が3.2%と続く。他にも、伝統的にベラルーシ語で教育を行う学校が1校あるほか、近年フランス語で行う学校も1校設立された。英語による学校も1校存在する。 外国語教育で最も一般的なのは英語で約40万7700人が学んでいる。ついで、ロシア語、ドイツ語、フランス語と続く。高等教育主な高等教育機関としては、大学などが挙げられ、約14万4300人の学生が国内に22ある大学に在籍している。ビリニュス大学、カウナス工科大学、カウナスイカ大学、 ビータータス・マグヌス大学などがその代表例である。大学、短大では経営学を学ぶ者が最も多く、ついで教育学、工学、法学、保険学、社会学、行動科学、建築学、コンピュータと続く。近年経営学を学ぶ学生数が急増しており、2004年の学生数は2000年の約3倍となった。 修士課程においても経営学を学ぶ学生が最も多く、ついで法学、教育学、工学、社会学、行動科学、保健学と続く。留学生が占める割合は非常に少なく、全体の約0.4%に過ぎない。そのうち約6割はヨーロッパ諸国からの留学生で、とりわけベラルーシからの留学生が特に多い。 アジアからの留学生は約3割となっている。かつてリトアニア人は農民層に多かったが、現在では多くが都市に進出しており、大半がアパートで暮らしている。国民の59%がアパートに住んでおり、ついで32%が一戸建て住宅、9%が半一戸建て住宅に住む。婚、姻時、非改正婚、どちらかの性への統一。 複合性、いずれも選択可能である。シャコティスという伝統的なケーキが有名。また、トラカイに住むカライ派の人々は、肉のペストリーの一種でキビナイと呼ばれる伝統的な料理を作る。2018年、種類の消費量を抑制するため、飲酒可能年齢が18歳から20歳に引き上げられた。また、種類の広告も禁止された。 初めて印刷されたリトアニア語による昆虫世リトアニアにおける文学の多くは当時の学術言語であったラテン語で書かれた。リトアニアをミンダウガスによる直例はその一例である。また、ゲディミナス大公の手紙もリトアニアにおけるラテン語で書かれた重要な著作物の例である。16世紀になるとリトアニア語による著作が登場する。1547年。 マルティナス・マジュビーダスがリトアニア語で、平易な語による、教理問答を、編纂、発行した。これがリトアニア語による本の印刷の始まりである。その後、ミカロユス・ドウク社が、教理問答を引き継いでいる。16世紀から17世紀における、リトアニア文学は主に宗教に関するものだったが、その後、啓蒙時代になると、クリスティオナス・ドネライティスが登場し、 それまでの宗教中心のリトアニア文学を変えた。彼の表した春の喜び、夏の働き、秋の幸、冬の不安の四辺からなる一年は国民的女子史であり、リトアニアの創作文学の礎を築くものであった。19世紀前半のリトアニア文学は古典主義、感情主義、ロマン主義の特徴が合わさったものであった。当時の代表的作家としては、 アンタナス・ストラズダス、ディオニザス・ポシカ、シルベストラス・バリウーナス、マイロニス、シモナス・スタネビチュース、シモナス・ダウカンタス、アンタナス・バラナウスカスなどが挙げられる。ロシア帝政下にあったリトアニアではリトアニア語による印刷物の発行が禁じられており、そのため本を密輸する地下運動が行われるようになった。二十世紀リトアニア文学の代表的作家としては、ユゴザス・トマス・バイジュガンタス、 アンタナスビエヌオリス、ベルナルダス・ブラズジョニス、ビータウタス・マチェルニスなどが挙げられる。リトアニア国立博物館1933年に設立されたリトアニア美術館は、美術作品の保護、展示を行うリトアニア最大の施設である。その他、重要な施設としては、パランガコ博物館が挙げられる。リトアニアで最も有名な画家としては、ミカロユス・チュルリョニスが挙げられる。 彼は作曲家としても知られている。カウナスの国立チュルリオニス美術館には彼の作品が多く展示されている。リトアニア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が4件存在する。リトアニアで最も盛んなスポーツはバスケットボールである。国内にはプロリーグ及び教育リーグがあり、またナショナルチームはソウルオリンピックで男子代表が 金メダルを獲得するなど数多くの世界大会で実績を残している。フィバランキングでもリトアニアは2010年時点で男子世界5位となっており、17歳以下の部門では世界2位となっている。NBA プレイヤーも多く輩出しており、アルビーダス・サボニス、シャルーナス・マルチュリオニス、リナス・クレーザ、シャルーナス・ヤシュケビチュス、ジードルーナス・イルガウスカスといったリトアニア代表選手が NBA やヨーロッパのリーグで活躍した。プロアイスホッケー選手も人気で、ディフェンスのダルスカスパライティスや、右ウィングのダイニュースズブルスなどが NHL で活躍している。パワーリフティング選手のジードルーナスサビツカスも有名である。サビツカスは世界でも有数の選手で、世界で最も強い男にノミネートされたこともあった。 世界でもトップクラスの円盤投げ選手であるウィルニディウス、アレクナもよく知られている。アレクナはオリンピック記録を有しており、シドニー、アテネで金メダルを獲得、また世界第2位の記録を保持している。プロテニスプレイヤーのリチャルダスベランキスも、男子プロテニス協会ランキングで2010年11月15日現在、世界119位につけており、これは、 リトアニア人としては最高位である。他にも自転車競技選手のイグナタス・コノバ・ロバスや総合格闘技のマリウス・ザロムスキスも有名である。2009年におけるリトアニアの新生児の平均余命は男性66歳、女性78歳であり、これは欧州連合の中でも最も男女差が大きく、また男性の平均余命は最も低いものである。2008年における 新生児の死亡率は1000人あたり5.9人となっている。人口成長率は0.3%。リトアニアの自殺率はソ連からの独立回復期から急激に上昇し、現在ではリトアニアは世界で最も自殺率の高い国の一つとなっている。しかし近年はその自殺率も低下傾向にあり、世界保健機関によると、 リトアニアの10万人あたりの自殺者数は1995年の時点で45.6人であったが、2000年には44.1人、2005年には38.6人、そして2007年には30.4人と推移しており、現在ではベラルーシの自殺率がリトアニアを上回る結果となっている。リトアニアはまた欧州連合の中で殺人発生率が最も高い。 ありがとうございます。